くしつつみんなを助けに行くわよ。お、だいぶ弱ってっけんど誰かの木を見つけたぞ。この木はクリリンだ。早速助けに行くぞ。あいつ、クローンか？やべ、クリリンを狙ってる。早く助けねえと。よう、悟空じゃないか。ん？気がついたみてえだな。よかったな、クリリ。あれ？ここはどこだ？ブルマさんの飛行機？確かクローンが現れた原因を探っていたら急にめまいがして。ダメだ、そこから先は思い出せない。もしかして悟空が助けてくれたのか？まだ。そっか、いつもありがとな。なんて言って、どなたってやべえときはいつもクリリンから先祖もらってんだろ。悟空、さすがの俺もちょっと傷つくぜ。ところで全く覚えてないんだけど、俺は誰にやられたんだ？クリリン、よく聞いてね。今、いろいろと大変なことになってるの。というわけなのよ。そんなことがあったんですか。あの16号が生きてるなんて、嬉しいけど、俺たちの敵ってっていうのが。よし、他のみんなも助けてやりたいし、16号の真意も知りたい。俺も一緒に戦うぜ。な、悟空。ああ、もちろんだ。ちょっと待った、今のあんたたちはろくに力も出せないでしょ。あっちゃー、すっかり忘れてたな。修行すりゃ少しはマシになりそうだけど、オラも一人じゃまともに叩けねえし。え、それじゃあ俺は戦えないってことなんですか？思いつく方法はあるけど、孫君の中にいる人の協力がいるのよね。というわけで、あんた孫君からクリリンに移動することはできない？悟空の中にいるやつが俺にリンクするってことですか？いいから、二人とも試しに目を閉じてみて。さあ、そしてリンクしているあんた、クリリンの中に移動して。ん？オラの中からいなくなっちまったぞ。うわっ、俺の中に知らないやつが。やった、リンクする相手が変わったわ。これでみんな戦うことができるわね。なあ、じゃあクリリンが戦ってる間ほら何にもできねえっちゅうことか。リンクできる人は一人だもの、当然そうなるよね。でも仲間が増えるのよ。孫君の負担だって減るじゃない。確かに悟空だけに頼りっぱなしってわけにいかないもんな。まっか、もともとオラが自分で戦ってたわけじゃねえし、自分で戦えるようになるまで精神修行っちゅうやつをすりゃいいしな。
あんたらしい考え方だわ。とにかくそういうことだから、3人ともこれからもよろしくね。